はい、ではアッシミジムシ。Thank you.
この鷲見節は昭和3年に作られた歌ですが、もうあれから100年になろうとしてますね。未だにこの働く喜びということで、特に80代と90代のおじいちゃんおばあちゃんなんかはこの歌はいつも口ずさんでね、